さあ、いよいよ始まりました。ブロック B ジャパンサードシングルジャックポットリリース記念特別番組デュエス。お待たせいたしました。2時3分でございます。進行を務めます鳥山正幸です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。さあ、ということで改めて本日の主人公ご紹介いたしましょう。ブロック B、 イエイ。日本でこういうインターネットの旋盤層の生放送初めて、これ前一回やった、前一回行かったことか、一回やった、2回ぐらいやった。あ、じゃあもうみんな慣れてるでしょ。ええ、ここは初めて、余計しに行っちゃうんですよ。原宿は初めて、新しいスタジオは初めて、初めて。今日もいっぱい来てるよね、ファンのみんながね。本当にありがとうございます。さあ、それではお一人ずつ改めて自己紹介していただきましょうか。お願いします。はい、こんにちは、ブロック B のゆうこです。はい、こんにちは、ブロック B のジェヨです。こんにちは、ヒヨです。こんにちは、ブロック B のボムです。お怪我は今日ながそう。こんにちは、ブロック B のテイユです。おお怖い。チコです。こんにちは、ブロックのバックンです。はい、ということでございまして、みんな原宿好きなんでしょう。はい、はい、原宿めっちゃ好きです。原宿、あれ、ピオ君、原宿で服とか おとかショッピングとかするの？ねえ、제가오늘은시간이없지만이제시간이되면은바로나가서이제태일이형과이제나머지형들과같이쇼핑을할예정입니다. 네, 민나저시간があったら原宿に来たりとかするの？はい、はい、はい。よく、よく。よく？すごいね。ゆうこさんは、あ、영광검색어는어떻게설명해야합니까？영광검색어요。ミニクさんを察知したら、一緒に、一緒に出ますよ。原宿の原宿か。あ、原宿。原宿と一緒に出てくるぐらい。はい、すごい。原宿ビボム。原宿ビボム。ほんじゃ飲むだろ、やっぱ。ビボム。原宿本舗テサだね、じゃあね。じゃあ、おいてまだ、ちょっと、ほんじゃ取らないように。あ、ほんと？僕が来るたびに、どちらかというと一人で歩き回るね、えということでね、今後は原宿案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで今日はですね、2月24日にリリースされましたニューシングル、こちらのジャックポットの魅力に迫っていくと同時にですね、メンバーのパーソナルな魅力に迫っていくたくさんのコーナーもありますし、あの皆さん、プレゼントもありますよ。あ、そうですか。スペシャルプレゼント、スペシャルプレゼント。何ですか？何ですか？期待してください。それはもう楽しみです。あのヒントはみんなの好きなものです。あ、お金、食べ物。いやいや、お金ですか？お金はここで勘弁してください。じゃあ、はい、はい、ということでございまして、さあ、ジコさん、はい、今日はどんな番組にしていきたいですか？あ、오늘今日、今日、잊지못할방송을한번하고싶습니다。忘れることのできない、そんな番組にしていきたいです。忘れることのできない番組にしてくださるということで、楽しみにしていてください。じゃあ、まず早速なんですけども、最初のコーナーから参りたいと思います。最初のコーナーは、新曲ジャックポットについて聞いてみよう。イエーイ。この曲はね、もうすでに韓国でも大ヒットしている曲ですけれども、いよいよジャックポットが日本上陸という形になるんですが、今回のこのジャックポット、曲のコンセプト、あ、こうかな？曲のコンセプトから伺いましょうか。コンセプトを説明してもらおうか。はい。で、저희책팟이란곡은이제굉장히어려운곡이에요。で、곡의컨셉은역시지호가설명을하는게맞지않을까요？그뭐저는재형이어렵다고하지만절대어렵지않은곡이고요。일단은저7명의그각파트마다7명의개성이분명하게드러나있는곡임과동시에잭파트잭팟이란단어가가지고있는그런여러가지의미에대해서다양한시선으로해석한그런곡입니다。
まずジゴさんはジャックポットという曲はとっても難しい曲なんですけれども、やはり曲のコンセプトについてはジゴさんの方から聞いた方がいいのではないのかなというふうに思います。ということでジゴさんは、僕が思うにこの曲というのは決して難しい曲ではないんですね。ですけれども、この曲の中にはそれぞれのパート、この7人の個性が本当にはっきりと表れている、そんな曲です。またそれと同時にジャックポットっていうこの単語が持っている様々な意味を様々な角度で解釈をしている、そんな曲です。うん、なんか僕は聞いててね、あの勇気づけられる歌詞っていうか、パワーを与えてくれる歌詞になってんじゃないかななんて思ったんですけどね。君なの傘屋さん、あ、はい、そうです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 、そこだけ普通に日本語で、あ、そうです、そうです、そうです、そうなんか、それがイノラーションな、逆びっくりしましたけれどもね。ちょうどあの日本は、韓国はだって2月卒業式で、日本は3月卒業式だから、あ、うん、新しいね、あこう春を迎えて新しい生活一歩踏み出す人のこうパワーになるような、そんなメッセージも込められている、そんな一曲です。あ、いいですか、めちゃくちゃすごいすごいね、すごいね、ありがとうございます。はい、さあ、そして今回なんかあのダンスパフォーマンスのポイントみたいなところってあるんですか、今回。ダンスポイントは、ええ、ビョンさんが、あ、さすが原宿の男、原宿の男、立ってお願いします、立ってお願いします、立ってお願いします、じっとじじじじぱとちゃったじじじじ、はい、日本語で、日本語で、じっと日本語で、じっとじっとじじじじぱ、おお、それはあれですか、あの原宿にいらっしゃいっていう、実践実践、あ、そうです、ちょっとそれ意味わいて。ね、はい、ということでね、パフォーマンス見せていただきましたが、あの日本版と韓国版をこうちょっと比較するの難しいかもしれないけど、こう日本版ならではの面白さとか良さみたいなのありますか？아일본일본그파트는제가녹음할때치가잘안되더라고요발음이진짜어려어려워요치가치치치네치네치그래서녹음할때되게엄청애를먹었던기억이나요아직도日本語プラちゃんのジャックポットのレコーディングをするときに、ツッという発音が非常に難しかったので、レコーディングをするときにとっても苦労したということがなんか思い起こされます。今大丈夫でしょ、今ツはもうナチュラル、ツレテ、ツレテ、できない、できない、できない、全然できない。じゃあ、ジコ先生お願いします。ツ、ツ、さすが、あ、さすが、ツ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 、このまま番組が終わりそうですけど、次行くタイプは定時ツさあ、そしてこの曲注目はミュージックビデオのね、おしゃれなポイントの一つとなってますけども、ミュージックビデオのなんかこう魅力、ミュージックビデオ魅力的ポイントはどこでしょうか、ミュージックビデオ。저희뮤직비디오에는모든장면에재영이출연한다는점이매력포인트가아닐까생각합니다僕たちのミュージックビデオは全てのシーンにジェフさんが登場するというのが魅力的な部分ではないのかなと思います。どうですか、저희팀의비주얼、이게잘잘잘보면은제가아주작게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 뮤직비디오에서는지사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 계속등장하고있습니다찾아보시는僕がすっごくちっちゃくちっちゃくちっちゃく出てきます、探してみてください。ヘアカヘアカラーがチャーミングポイントです。ヘアカラーがチャームポイント、チャームポイントで、ヘアカラー、そしてちっちゃく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 ということでございまして、じゃあ早速ですけれども、そのミュージックビデオを見ていきたいと思いますので、じゃあミュージックビデオを紹介していただきたいと思います。じゃあミュージックビデオをちょっと誘導させていきますよ。はい、チャックパートを、はい、1、2、3、チャックパート登場登場。일본어보자아진짜그렇지않을까똑같아라는데에이리뷰坂を渡りやりえない話、運命のサイコロ投げる俺たち
気見せの立ち入れ I get with you you're down 負けなサバイバービタッとタクシードにブレンドスーズいい女と高級フード目を開けたらまさかの夢落ちだ俺のサクセスあいつらにしたらベンヌスキックバリンバリンエンバリンバリンエン弾けるぜ I'm on my way 先に行くぜ멋있어요. 감사합니다. 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 뮤직비디오도クールに仕上がってますしね。そして今回シングルはそうそう言い忘れましたけど初回限定版7人それぞれのバージョンあるんですけどね。え私は今日はこちらのバージョン用意させて。僕のバージョンですね。はい僕のバージョンです。ああ僕のバージョンです。ユーゴが好きですか？ユーゴが好きです。セクシーです。はいセクシー好きです。ありがとうございます。はいあのおじさん気持ち悪い人じゃないから安心。はい。すべてのバージョンもありますのでチェックしてください。さあここからはですねスペシャル企画コーナーに参りたいと思いますので心の準備お願いします。まず最初のコーナーはこちらパーソナルクイズブロック Q。ブロック Q。ブロック Q でございます。はい。さあこのコーナーはですねブロック B のメンバーが。かつてのインタビューや取材で発言したコメントを引っ張ってきました一体どんなことを言ったのかを思い出してもらうコーナーでございますはい。ということで早速ですみんな自分が言った言葉だから覚えてるでしょあ、覚えてないあ、よかった全然覚えてないです大丈夫いや大丈夫でしょブロック B だからさあでは早速ですけれども行きたいと思いますまず最初の問題はですねユゴンさんに問題ですユグ、はいユゴンさんへの問題はこちらライブで初来日した時の取材で日本の印象について聞かれたユゴンさんは何と答えたでしょうか綺麗きれい違いますね。結局ただ。結局ただ綺麗だ。綺麗。ユゴン氏が答えてください。違いますね。静かだ。違いますね。なんか。違いますね。あと5秒です。4、3、2、1。整頓されている？整理整頓されている？違います。はい。何だった？あじゃああの。最後に答えてください。マジバグルタペジュさん。はい。なんと答えたでしょうか。どうぞ。全然わからない。はい。全然わからないということで一度目からこんな状況です。ちなみに答えは何と言ったかと言いますと、他のどこよりもアニメーションが発展していること。ああ。アニメーションが発展していた。ああ、そうだった。はい。で答えてます。アニメーション。はい。ちなみにですね、テイル君。テイシ。ね、テイル君なんて答えたか覚えてる？같은질문에서요？응同じ質問저는거리가깨끗하고사람들이친절하다라고타마고가오이시맞춤이가기대돼그리고가신세스다はい맞딱違います그럼거리가깨끗하고사람들이친절한거예요全然違う街が綺麗でいやもっといいこと言ってますよ個性を明確に表現できる国だと思いますこじんまじん옷을잘입는다자기자기관리자기를잘꾸민다はい はい僕が今答えを言ってるのに全く違う答えを言い続けています정확히얘기해줬잖아요はいごめんなさいはいということでございましてねあのちなみにジコさんは何て言ったか覚えてますあ、もう어렵다。今アイコンタクト取られてるんですけども。じゃ、く、やけただ、きれいだ。いや、違いますね。僕の青春がある場所。ね、청춘이있는곳이。ああ、シルソだね。いいこといっぱい言ってますね。みんないいこと言ってるのに全部忘れてますね。ね、청춘이있는。はい、ということで。ハセボソ。さあ、ハセボソ。あ、そうですね。そしたら具体的にユゴンさんそのアニメーションが発展している国ってことですけど、好きな日本のアニメはじゃあ好きな日本のアニメは、うん、やっぱりワンピース。
원피스. 아리타케 노 유네 노 테키 아즈메. 아, 긴타마. 긴타마. 깜짝아. 긴타마. 긴타마. 린데. 아, 노, 죄송합니다. 근데 すいません、本当どうしていいか分からなくて、本当に申し訳ございませんでした。詳しい人はあとは控室で説明してください。金じゃないです、金です、金。金じゃない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 です、金。金じ
分かってますよ。金です金、はい、分かってますよ皆さん、2時19分です。2時19分です。おじさんが悪かった、おじさんが悪かったです。あ、はい、あ、ね、びっくりした。もう原宿にいらっしゃる皆さんドン引きですからね。はい、じゃあ2問目いきます。2問目はね、これはパッキョ君への問題です。はい、去年2月新曲ベリーグッドをリリースした時のインタビューで、最近したいたずらについて聞かれたパッキョン君、なんと答えたでしょう。최근에친장난아아分かった。いいですか。じゃあ答えをどうぞ。メンバー들한테뽀뽀를お하는거。メンバーにキスしたこと。正解。あ、ウェーイでしょ。これ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 です。はい、今日もカムさんにだ。ありがとうございます。なぜポッポしようと思ったの。ポッポ하셨어요。が、저희멤버들이되게이쁘게생겼어요실제로보면。그래서ポッポ하고싶어요。メンバーたち本当にすごく可愛いらしいんですよ。ですからキスをしたくなりみたいな。テイルさんが初めてです。あ、テイルさんが初めて。テイシング처음ポッポ했어요。ヘリが먼저했어요저한테。あ、맞아。무릎에。あ、맞아。先にこのラインでポッポが始まって。はい、ビボムさんに足、足に。足にポッポ。足、足、膝。膝、무릎膝に。膝にポッポ。膝にポッポして。膝にポッポして。それが初めてです。その時に破れたパンツを履いてたんですよ、その部分が。はい。他は違うところに変なところにポッポとかしてないですか。大丈夫ですか。本当にポッポはなしょっちゃう。あ、다른건안했고무릎에만했어요。膝だけしました。びっくりしました。はい、2時20分です。2時20分。こんな時だ。はい、ということでございましたが、さあ、じゃあ次の問題いっても大丈夫ですか。じゃあ次の問題はテイルさんに問題です。テイル氏。はい。テイル君に問題ですけども、2014年12月日本デビューシングル「Very Good」を初披露した時のインタビューで、もし自伝を出すとしたらどんなタイトルにしますかと聞かれたテイルさん、どんなタイトルと答えたでしょうか。本当に難しい。ウコギウコギ。魚。ポニョポニョポ。さあ何でしょうか。では答えをどうぞ。ヒントはない。ヒントはないですか。ヒント、ヒントはね、魚。なんだかの国って言いました。ムスムスだ。ムスムスだ。작은그거아니야뭐저기는어려워아3 2 1はい、そこまで。じゃあテイル君お答えをどうぞ。カメラ보시면돼요。테일러뭔가말씀하세요。뭔가아무거나어우던가눈이뭐그림뽀뽀해뽀뽀자호감멤버가볼까요。자호감멤버가진짜모르겠는데이거계란무슨나라계란아타마고나라야타마타마고는근지도가잖아요이거어테일어제국힌트난쟁이난쟁이제국동생땅오지아이자소꼬마네아그런건가보네새가지산고다이입맛진짜고다이와이게진짜구나이거고다이와호노노테일어노노테가불불의제국불내제국이라고내제국호노노테국그거나인데나인데호노노테국나는거야남자네남자네경쟁귤러제생각에베리굿할때무대효과가
이렇게 불이 많이 나서 그 당시에 그렇게 말을 하지 않았을까 싶어요. 이렇게 불 효과를 되게 많이 쓰거든요, 베리굿 할 때. 多分、ベリーグッドってステージの効果の時にすごく火をたくさん使うんですね。だからそういうふうに言ったんじゃないのかな。ああ、なるほどね。じゃあ今だったらタイトル。今もらう。今だったら。卵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 。自伝が卵だそうです。茶そじに卵で、はい。ちなみに他のメンバーは、どんなタイトルにしたのか覚えてるでしょうか。ピオ君。ピオ君その時なんて言ったか覚えてる？茶そじのタイトルもらわないんで記憶か。네저는기억하는데진행자분이말씀하신목소리를듣고싶어요僕は覚えてるんですけれども古谷さんの声を聞きたいんですそんなテクニックを覚えてどうするんでしょうテクニックちなみにねピオ君はねブロック B ってことブロック B で話してますねジェヨ君は何て答えてか覚えてますかメンジェルスメンジェルス覚えてがないですよじゃん高さんヒントヒントお願いします。ヒントですか？なんだかの本って言ってますね。チェヒョチェク。お、そうチェヒョの本。チェヒョの本が。おおすごい。じゃあ最後ユゴン君は何と答えたか覚えてますか？ワンピース。いやワンピースじゃないですよ。それ出版できませんからね。ナルト。いやナルト漫画のタイトルばっかりですよ。覚えてない。はい、覚えてないですよ、ね、跳ねじゃねえ、3番もユゴン君はこう答えてます、ただユゴンですユゴン、あ、ユゴンユゴン、はい、そうだった自分に自信があるということですよね全然覚えてない、はい、次の問題、ジェヨ君の問題です、はい、2014年1月にネットで掲載されたインタビューで理想の女性のタイプを聞かれたジェヨ君はどんな女性と答えたでしょうかさあ考えてください。料理が上手な人？料理が上手入ってません。入ってます。あのねヒントはめっちゃ細かい。어린？あ、노는것을좋아하지않고遊ぶ나이도。遊ぶ나이도。遊ぶ나이도。ああ、な、まあまあいいかな。그다가정적이고조신한여자。あー、なるほど。はい、じゃあ時間終了です。じゃあ答えてください。マジマッケだ。最後。노는것좋아하지않고、술을안좋아하고、가정적인여자。遊ぶのが好きではなくて、お酒が好きじゃなくて、家庭的な女性。まあ、正解でーす。おー、はい。ね、正式に言います。おとなしくて、酒を飲まない。クラブに行かない。あ、クラブに行かない。そんな子がいいと。クラブ映画だった。あ、しんねよ。あ、強くない。そうです。ねえ、ということでございました。あ、ほんあ、やっぱ反対が来る理由。はい。中で反対が来る理由。じゃあピオ君の反対みたいなタイプですね。うん。ピオ君反対。ピオ君は？ピオ氏ね。これどんな女性が好き？どんな女性？저요저는変態変態変態人が好き。고구마보다감자를더좋아하는여자가좋아요。僕は。さつまいもよりもじゃがいもの方をもっと好きな女性。ああ、なるほど。お疲れ様でした。ああ、なるほど。そうですか。他のメンバーせっかくだから聞こうよ全部ね。どうですか？他のメンバーか。おつげじゃ。あ、じゃあ自己紹介。ああ、いいですよ。順番に。ハブリ잘먹는거죠。ご飯をよく食べる人。ご飯でね、いいよね。美味しく食べてくれる。아저는엉뚱한여자도표시모나의조세도표시모나의女の子どんな行動するか分かる어떤행동을할지모르는그런사람순수한럭비공같은아진수인했더네어어왜그래すごいね演技がいいですね연기력좋지테이블고저는엉빵한여자예요엉빵안빠운동을많이해많이하면은엉덩이가이렇게네힙업튼튼한여자힙업힙가しっかりしてると運動をたくさんするとこう힙が しっかりするじゃないですか。僕よくいいって言われるんです。여자여자すいませんでした。パキョンは？저는옛날부터얘기했던이상형이이제외모는중요하지않고마음씨가이쁜여자가제이상형이라고항상얘기를했었어요
僕は以前も言ったことがあるんですけれども、以前も外見は重要ではなくて心が綺麗な人がいいっていうふうに以前も言ってました。じゃあ오늘알게된게있어요。お、경영은사기꾼이라는거。パッキョンさんは詐欺師です。詐欺。あ、どうしよう。詐欺まで言われちゃいました。詐欺師よ。え、ユゴン君は？ユゴン氏ね。僕はいつも職場とか。似てる。あ、似合う。似合う、うん、似合う人。ショートカットが似合う。まあね、よく言われるんですよね。はい、失礼いたしました。気持ち悪いおじさんではありませんか。ということでございまして、あ、お時間が。次のクイズ、次行きますか。じゃあもう一問あります。あ、もう一問。ユゴン氏にもう一問問題ありますよ。はい。2014年1月にネットで掲載されたインタビューで、もし4年芸能人になってなかったらどんな仕事をしてますかと聞かれたユゴン君は何と答えたでしょうか。あ、天気の方。お、ラプテン。ラプテン。ハンダ付け。あー、惜しいな。お、似てるけど。エンジニア。スリゴン。スリゴン。修理工。エンジニア。いや、修理の비슷한거보다기계적인거맞아似てるじゃないですか、機械的なことで。え、機械的なんですけど、あやむあやむ、あやむ、あしょうやしょう。でもちょっと違うな。あ、アイアンマン。アイアンマン？いや、アイアンマンじゃないですよ。はい、そこまで。はい、答えてください。文字？え、天気。天気の。電気なんだけど。電気いきなんだよ。残念。はい。正解はね、照明スタッフです。照明ステップ。照明ステップ。照明スタッフってことは、あ、いえよ。何それですか。僕が。はい。違う。照明スタッフって答えてますよ。はい。でも電気好きなんだよね。電気ね。あ、高校生の時、電気を専攻。専攻しました。はい。で、照明スタッフになりたい、なりたかったかもしれないっていうね。答えてますけど、ちなみにね、テイル君、テイル君なんて答えたか覚えてますか。저요。はい。저는사육사요。사육사。お、正解。動物園の飼育係ってことですね。ね、항상같은대답을。그래서テイル형이。そう、その続きが気になるんだけど。テイル형이魚を。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 だからよくジェイオさんのことはケアしてる。ねえ、ジェイオ君をケアしてあげてるっていうね。はい、ここは飼育係のね、活躍の場じゃないですよ。さあ、ということでね、いろいろと問題見てきましたけども、皆さん、あの、今後もこういう問題があった時に答えられるようにしっかり覚えておいてくださいね。はい、わかりました。ということで、ここまでパーソナルクイズブロック9でした。さあ、続いてのコーナー参りましょうか。続いてのコーナーはこちらです。ジャックポットチャレンジブロックミッション3番勝負。勝負だ。皆さんお待たせしました。さあ、ここからはですね、ジャックポットですからプレゼントがあります。おお、プレゼントをかけて、これから3つのミッションにチャレンジをしていただくということになってます。ミッションをクリアするごとに商品がゲットできますから、楽しみにしていてください。はい。さあ、それではですね、早速ですけれども、チャレンジしていきたいと思います。最初のジャックポットの商品をまずお見せしたいと思います。最初の商品はこちらです。おお、これ何かと言いますと、原宿で大人気のスイーツ、クロッカンシューザクザクシュークリームです。シュークリームです。これ美味しそう。これすごい人気のシュークリームですよ。あの、北海道札幌で大人気のシュークリーム、去年5月にオープンした原宿店もいつも行列ができておりますけれども、はい、あのザクザクとした食感にこだわった秋田店のシュークリーム。宗教意識やってるみたいです。シュークリーム。韓国でも有名なんです。韓国でも有名。あ、これ？はい。あ、そうなんだ。ね、ミルクフロム北海道。ミルクフロム北海道。はい、ということでこちらを、お、全員分ありますよ。あ、みんなの分あるから。あ、絶対。これ絶対やってください。ということで早速ですけれども、最初のミッションを発表いたします。最初のミッションは
苦いお茶を回避せよロシアンドリンク。スンチャリピアナ。ロシアンドリンク。さあやってまいりました。じゃあこれからルール、それ見上げすぎた説明したいと思います。今からですね、この8個用意してます。ミニカップの中にお茶が入ってますけれども、1個だけ苦いお茶が入ってます。これを飲んだらアウトです。みんなが飲まなかったらこちらのシュークリームがプレゼント。みんな美味しくないからって、あのこれ欲しいから大丈夫ですとかやらない。嘘ついちゃダメですよ。嘘はダメですよ。ダメですか。はい、ダメです。さあ、それではこれから順番にユゴン君から一つ選んで飲んでってもらいます。話と話なんか、ソビョンガムサッカーなんか、尿検査みたいです。尿検査じゃないです。はい、色は似ていますけども、尿じゃありません。お茶です。はい、さあ、それではじゃあ、ユゴン君、まずは飲みましょう。あ、じゃあ、はい、飲みましょう。それでは、いきます。どうぞ。뭐야오이시오세오차데스아아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 아뭐진짜먹었다어려아요금이좀分かりませんよ제일왼쪽아이아그거확실히향이확올라와그거아이니오이가스르아그건단거야내가알아봤어아까아이비오君이기ましょうでは飲んでください。어오이시네아레아本当にセーフ？美味しい美味しい。わあよかった。ちなみに내가봤는데ピリ님이さあ残りあと5個の中から選んでいただきます。匂いあまりしませんよ。これ。さあリモコンいきましょう。さあどうですか？美味しい。お、セーフ。おっと。すごい。さあじゃあテイル君、テイル君行こう。テイル君いきましょう。はい、来ました。さあ、ではテイル君飲んでください。あれ食ってうん、おー、セーフ。おっと、さあ来ましたよ。ジーコ君いきましょう。어떻게너네둘이딱그게되냐아이런거하면꼭걸리는데왜털이있어그래서한번더어울리다자飲んでください이런거하면꼭걸리는데서있다어아닌가봐오오대박기타요저스토대박오대박슈크림슈크림가가뜨려박경훈야이거대박이다왜특별한거냐슈크림가가뜨맞그거아니야네가말했잖아뭐떠있는게다른거진짜이거먹어아후회한다후회한다자대박이기마셔배트만안돼우리가슈크림못먹어배트만안돼오이시아아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 오이지오이지오이지저거맞대자목가논그래봐목가논대비따라봐오이시오이시에서가ということで미션클리어슈크림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 아みんなの分あるからね後からいっぱい食べてください。맛있겠다소보로美味しいよ。美味しそう。한입씩나눠먹어한입씩나눠먹어나나안돼아오맛있겠다이거어바로이렇게슈크림은ないですよ皮だけでしたスラスが縮んでた美味しい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 でしょねめっちゃ美味しいみんな回し食べしてますけど一人一本ずつありますからね楽しみにしててください。あ、진짜맛있었다맛있었어슈크림은슈크림
さあ、한입드려한입드려슈크림을타고야야야또손나인디스가아니었지아맛있다아아오시오오오시はい、みんなの分あるから後から一個食べてくださいね、はい、さあ続いてのミッション参りたいと思います。続いてのミッションはこちらになります。心を一つにぴったんこアクション。さあこれからですねルール説明します。今から代表者3人を選んでお題から連想する定番のアクションを披露していただいて、3人のアクションがぴったり合えば OK。これから5つ問題を出しますので、5個のうち3問合っていたらミッションクリアです。はい。はい、さあ、3人だから、後ろの3人でやるか。はいはい、ね、はい。さあ、それでは後ろの3人でやっていきたいと思いますが、さあ、これミッションクリアしたら何がプレゼントされるかと言いますと、なんと、一蘭のラーメンです。おこちらの一蘭のラーメンは明日のイベントにお届けします。はい、分かりました。はい、ということで一蘭のラーメンをかけて頑張っていただきましょう。では3人にこれからお題を出しますので、そのお題のアクションをやっていただきたいと思います。それではよろしいですか。あ、はい、例えばですね、まあ、忍者という題が出ましたら、例えばみんなでちょっとやってみる。せーの、忍者って言ったら何、どんなポーズですか。忍者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 砂漠中ね、はい、もうすでに揃っていないという状態。あ、ね、例えばね、忍者、はい、これを3、2、1で同時に、はい、で同じポーズだったらクリアということで、今から5問出していきたいと思います。じゃあ3人心の準備 OK ですか。ね、はい、ではポーズ취하면ホリザ정지해요。では参ります。相談しちゃいけません。まず一つ目のお題はこちらです。ゴリラ。ゴリラ、ゴリラ、さあゴリラです。よろしいですか。考えたね、みんな。これ、これ、これ、無理、無理、大丈夫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 ね。では行きましょう、参ります。ゴリラです。3、2、1、どうぞ。おー、完璧ですね、完璧。完璧だったね。感想を取ってみましょう。ミラの前ですね。はい、どうですか、今ゴリラ完璧でしたか。完璧、完璧、完璧でした。ニュースどうでしたか、今のゴリラは。ねえ、すごい。トムダネは会えるんじゃないですか。動物園に来てるのかと思った。いやいや、動物園に来てるんじゃないかっていうね。ね、飼育係自ら動物をやっているという状況でございますけれどもね。あら、若干テイル氏がちょっと遅くやったんじゃないかっていう印象。あにあに、연결동작이있었어요。暗무중에이동작이있었어요。それじゃなくて、つなぎの。はい。だから出したっていうね。はい。まあ1回目だけ多めに見ましょう。첫번째에서봐줄게요。では次いきます。続いては、お化け。お化け。はい、お化け。귀신。귀신？오케이오케이네두손밖에두손들할거라오케이준비됐으니까이기ますよいきます。3 2 1どうぞ。오세이프세이프오すごいですね。なんですか、またまたテール君が遅い。テール君が遅い。またテール君が遅い。大丈夫大丈夫大丈夫。ねえ、オッケーですね。はい、続いてのお題いいですか、そのままで。はい、次のお題はどうかで、スーパーに。あ、はい、わかりました。では参りましょう、続いてのお題です。続いてのお題はこちら、どうぞ。グラビアアイドル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 ですよ。これ大丈夫ですか。グラビアアイドル。皆さん、ポーズだけだからね。グラビアアイドルだけ。はい、楽しみしています。はい、上着脱ぐとか必要ないですからね、お願いします。ああ、好き。はいはい。大好き。はい、あ、これが成功したら一蘭です。オッケー。逃げ損はい。はい。では、行きます。参りましょう。3、2、1、どうぞ。おお。これはどうですか。イエーイ。これはちょっと、じ
残念ですね。あれこれでもう終わりですか、もしかして。まだあります。まだありますか。まだあるって。あ、まだまだ、あと1回ね、頑張りますか。困ったわね。さあ、それではいきましょう。続いての問題はこちら。何言ってんの。ボディービルダー。ボディービルダー、これはいけるでしょ。これはメンジェス。おじゃおじゃ。おじゃおじゃね。おじゃね。はい、ハイベッチョ、ハイベッチョ。はい、いきますよ。参ります。3、2、1、どうぞ。あー、もう、あー、いや、なんで、あー、なんで、なんで、なんで、スカスタイルだろ。おじゃ、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 マジマックです。最後ですよ。もう最後です。最後あります。最後です。これで、これで答えられるんですよね。あ、これで当たったら1番です。どうだ、行こう。さあ、画面を見ましょう。では、頑張ってください。はい。これで最後です。さあ、ということで、これで最後ですから頑張っていきましょう。では、最後のお題はこちら。相撲。相撲。OK。相撲。相撲ですよ。자근데이거좀동작커야되나어떻게하는거야옷도아옷도조금대놓고얘기해뭔가動きが激しくなるでしょうか。ちょっとこうメンバーの動きがこうなんか大きくなってますけど。え、持ってらそっと。さあ、それではいきますよ。スモーです。参ります。3、2、1、どうぞ。おお、ということで、今回のミッションはクリアでーす。1ラン、1ラン、1ラン、スモアのボス。そうです、スモ、スモ、スモ、ハイファイバージョンみたいな。2つ連続成功。2問連続成功してて、3問勝負で2つ勝ってます。あ、そうですよね。そうそうそう、3つのミッションのうちも2個正解してますから。すごいですよ。1ラン、それからシュークリームをゲットしましたので、はい、さあ、それではいよいよマジマックミッションです。最後のミッションに参りましょう。最後のミッション、まずは商品からご紹介いたします。商品はこちら、吉野家の牛丼です。牛丼です。じゃあじゃあ、美味しそう。はい、出来たてです。あー、チキン、バンバン出ますよ。はい、あったかいですよ。先生、あったかいよ、まだ。はい、ということでね、温かさに対する不満は若干ございますけれども、でも全員分ありますから、このミッションクリアしていただきたい。もちろん皆さん、生姜もありますよ。やお、生姜もあります。生姜、一人2個ずつね。生姜、生姜ですか。生姜、生姜です。生姜ないな。生姜ないな。生姜、はい、親父ギャグありがとうございます。はい、ね、今の親父ギャグポイントマイナスにしますよ。さあ、それではケグアメはね、マイナス入っこよ。さあ、この吉野家の牛丼をかけて最後のミッション、こちらに参ります。最後はこちら、こちら、積んで積んで積み上げろ、パプリカタワー。タワー、パプリカタワー。これパプリカなんですけれども、これからどうするか、パプリカ商品化、ルール説明します。今からですね、力を合わせて1分以内にこのパプリカを5個積み上げてもらいます。5個、はい、1分以内に積み上げたらクリアです。ですから、先ほど後ろの3人が頑張ってくれたので、今度は前の4人でこのパプリカチャレンジしていただきたいと思います。ナフンリード、よろしいですか。はい、自信がありますか。写真ですか。はい、はい、自信あります。おっと、自信いっぱいあります。さあ、はい、さあ、それではですね、今から1分以内でこのパプリカ5個積み上げていただきたいと思います。はい、では準備いいですか。4人準備いいです。はい、いいですか。はい、1分以内だったら何回やって崩れても全然構いませんからね。あ、はい、それでは最後の吉野家の牛丼をかけて参りましょう。レディーゴー。이거밑에이게얘가끝에올라가요。에이저빨간빨간색정신봐케케오얘가얘가에이얘가안되죠。아4코마でいきます。4코마ではいく。힘들것같은데이거사5코얘가얘가아이기ませんね。됐다됐다밑에두번째내가됐다됐다됐다5코요5코요
있나? 자, 이게 뱀비. 내가 뱀비. 어, 그래 뱀비. 아니야, 근데 얘가 이게 이제 아니야, 얘가 맞춰, 맞춰. 쟁반에서 내려갈래. 쟁반 밑으로 하래. 네? 쟁반에서 하래. 아, 쟁반 밑으로. 아이. 30초 남았어요. 얘는 어떻게 할까요? 우리 머리 살짝 써. 今ちょっとピオ君、ピオ君今何したん今？何してんの今それ？おかしいよ。今なんか指で穴開けてたよちょっと。ああ。三、二、安定安定安定。終了。ええ。ちょっと。せよ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 。なんかもう割れてるし。割れてるよ。え、もう一回やりたい？누가긁었어저거はい、もう一回やりたい。もう一回やりたい。もう一回やりたい。じゃあもう一回やりましょう。どんどん進んでください。はい。どん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 。生放送が計測始めるんだよ。はい、ね、ね。じゃあもう一回だけチャンスあげます。はい。行きますよ。はい。レディー、ゴー！さあ、グッドボンさん頑張って。いげ、생각보다너가딱만져보잖아。ピオ君。얘가。ピオ君。割ってますよ。뒤로뒤로해야되나？다。お？네、이게안오네。ここまでは行く。お？아미끄러져얘를얘말자얘를놓고すごいですね地味なゲームですよこれ얘를놓고어어어잠깐잠깐만에에에됐다어이거됐다됐다됐다에자어잠깐만잠깐만오야다야다야다일오이삼아아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 아애가이렇게지금이렇게남았어아또30秒우리가이거치면안될것같아자頑張って후묻어줘많이넘어갈까頑張って頑張って오오오아니오이길까에이무지가시나이길까이거살짝내가봤을때얘를방향을좀만돌렸어すごいですね좀오っとここで事故が登場뭐라고이렇게에이이てもたってもいられないのかさあ最後の1個が今積み上げられたさあこれで5秒耐えられれば吉野家が待っているおおおあにゃ이거안돼내가내가봤을때노랑이가잘못했어노랑이가안돼쟤가ステージでは全く緊張しない지코さんがなぜか手が震えているさあおおおえなへ볼게나해볼게さあもう明らかに1分過ぎています。2分騙したよ。そうですか。明らかにもう、お、お、出た。お、なんで。お、え、いけるか。お、いけるか。お、いけるか。お、え、せよ。お、一、二、三、四、五。いや、これは、オッケー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 。すごかったねということでこのミッションもクリアでーすキュいやーということで皆さん牛丼が待っております冷たい牛丼いや冷たい牛丼アイスクリームいやいやアイスクリームまで冷たくないですよありがとうございますということでなんと今回のミッション3つ全部クリアですやったすごいこれはすごいですね全部クリアですからシュークリーム一蘭そして吉野家というこの3つを全て手に入れることができましたけれどもね、ということで先ほどねこのパプリカ思いっきり割ってましたピオさんどうでしたかちょっと깨진ピオさん깨진게아니라이게조금너무울퉁불퉁해서잠깐손을댔는데제가워낙좀이제이힘이세서깨지네요저그때약간힘이좀안할거라치카라가네치카라가네저그때手を加えようかなと思ったらあまりにも僕力が強いから割れちゃったんですよ。そうですよね。はい、ボコボコしていたから鳴らそうと思ったんですごいいいわけでございますけどもね。いやーでもどうでしたかこの3つのチャレンジ、3つ達成でしたけども。めちゃ難しいよね。あの意外と簡単そうで難しいということでございましたけれども。はいということで無事3つのミッションをクリアいたしました。おめでとうございます。はい。
さあ、ということでですね、お届けしてまいりましたけれども、まあ、今回プロモーションのために日本に来日しているブロック B のみんなですけれども、もうこの後、今日はみんな明日もイベントあるし、なんかどっかに行ってこんなことしたいっていう日本の楽しみ何か考えてますか？今日はもう原宿歩けないでしょ、今日このままね。あれは편하게걸어다니는줄알았어요. 기本当に？大変なことになっちゃった。많이일본에와서많이하라주쿠다녀본적이없어서데뷔한으로좀다녀보고싶습니다. 하라주쿠도가고싶고저뭐지긴자긴자긴자네僕は食べ物旅行したいです。ああ食べ物旅行。美味しいものもね、キルコリでも、はい、道でも美味しい食べ物いっぱいありますしね。はい。で、ジコさんがデビューしてから僕たちまだあんまり原宿の街並みを歩き回ったことがないので、原宿も歩きたいと思いますし、あと銀座とかにも行ってみたいです。まあだってブロック B のメンバーの中には原宿本舗店さんもいるからね。広報大使もいるからね。原宿本舗店さんの記事じゃん。はい。時々原宿です。はい。時々原宿。ああ。ああ。さあということで楽しいことね盛りだくさんのここ日本での滞在だと思いますけれどもさあここで改めてブロック B からお知らせでございます。ブロック B ジャパンサードシングルジャックポット発売記念イベントが明日です。2月28日日曜日今出ておりますけれども東京は平和島の TRC ビルの第2展示場で時間は午前10時からの開催となります。はい。詳しいインフォメーションは今 URL 出てると思いますけれどももしくはブロック B オフィシャルサイトの方でご確認いただけますのでぜひチェックイットアウト。チェックイットアウト。チェックイットアウト。はい、チェックイットアウト。ございます。ぜひいらっしゃってください。お待ちしてます。さあそれではもうあら守り時間ですよ。お別れの時間ですよ。ああ残念ですね。本当にですか？残念ですね。今日もたくさんの皆さんに来ていただきましたが、じゃあ半拍子一言ずつメッセージいただきたいと思います。じゃあユゴン君から、はい、カメラにメッセージお願いしますか。はい、皆さん、僕たちの発売新しいアルバムが発売したから皆さんたくさん買ってたくさん聴いてください。はい、ありがとうございます。タケオ君お願いします。ね아우선저희가이제일본잭팟이나왔는데요많은사랑부탁드리고저희가이제조금더열심히일본활동을하고더많이이번에일본에올예정이니까계속사랑주시고많은관심주시기바랍니다오네가이시마스僕たち日本におきましてジャックポットがリリースされました。皆さんたくさんの愛情声援をよろしくお願いします。僕たちもっともっと一生懸命頑張って日本での活動を行って日本にもっと頻繁に聞こえようと思っておりますのでこれからもたくさんの愛情そして関心をよろしくお願いします。はい、じゃあピオクお願いします。네저희가그어제랑그제오리콘차트에서2위를했다고들었는데요너무너무감사드리고요 BBC 여러분들이있기때문에저희가그렇게잘될수있는것같고저희가또1위도하고더욱더많은좋은활동하는모습많이보여드리겠습니다僕たち昨日おとといとオリコンチャートで2位になりました。本当に皆さんどうもありがとうございます。これも一重に BBC の皆さんがいるからだというふうに思います。これからも僕たち一生懸命素敵な活動を見てさせてしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあビモン君お願いします。네어저희오늘초대해주셔서너무감사하고요저희이제발매된책팟많이들어주시고또내일이벤트에도많이와주시면감사하겠습니다감사합니다今日はこの番組に呼んでくださいまして本当にどうもありがとうございます。僕たち発売されましたジャックポット皆さんたくさん聞いてください。そして明日のイベントにも皆さんたくさん来てください。ありがとうございます。はい、じゃあ炎のテイル君。네오늘이렇게오픈스튜디오에서진행해서팬들을가까이서볼수있어서너무좋았고요너무재밌는진행을해주셔서너무재밌게하다하는것같아요今日はこのようにオープンスタジオで番組を撮ることになりまして本当にこんな近くでファンの皆さんを見ることができました。本当に楽